はい、今ですね名古屋にいます。名古屋で、今いるところがですね、泊まってるところが、ホテルサンルートプラザ名古屋にいます。ホテルサンルートプラザ名古屋、まあサンルート、まあ結構いろんなことあると思うんですけどね、そこの名古屋です。で、名駅から近いところですね、位置してます。名駅からだいたい徒歩5分ぐらいですかね、5分もないかもしれない。あそこにツインタワーがあると思うんですけど、そこが名古屋駅ですね、新幹線、まあそこの鉄道とか見えるところです。なんでまあこんな感じでね、見てます。で、今12階、最上階の12階にいるところなんですけどね。で、ジャランっていうね、ホテル旅館の予約サイトがあると思うんですけど、それで予約して、新幹線が見える側ということでね、今こう新幹線が眺められるところで、部屋になってます。12階、景色が結構いいです。で、こちらが部屋、まあ、シングルで撮ってるんでね、シングル1泊、朝食なし、7400円です。まあこんな感じですね。まあ、ベッドはシングルベッドで14平米らしいです、ここは。で、これテレビがあって、で、こちらがね、冷蔵庫、まあミニバーとかになってるわけじゃない、何か自分で買ってきて、コンビニがあるんで近くね、そこで入れときゃいいです。で、あとはこういうお茶とかは無料ですね。で、一応これ椅子があるんでね、椅子とテーブルがあるんで、何か作業するときとか仕事でね、来てるときとか役立ちます。で、こっち来るとハンガーになってるんで、ハンガーでね、何かスーツとかかけるといいです。で、こっちがバスルーム、ユニット式なんですけど、トイレ、そして、こちらが洗面台、お風呂です。で、これはポーラのやつかな、アメニティポーラのやつを使ってます。シャンプーとかね、ボディーソープ、リンス、まあこんな感じです。結構快適に過ごしました。立地条件もすごくいいですからね、